伊貫彰何女彰は、清末の官僚、外交官。初代中日公使。字は小荒。広東省長州府台保健出身。同治7年に進士となり、管理院に入った。公署3年に、初代中日公使となり3年間在職。公署5年の琉球処分に際しては、日本の強硬措置に対し強く抗議した。一方で親美の定型路線を模索し、アジア主義の先駆けである講和会に対しては外国人会員となって歓迎していたが、日本に警戒感も抱いていたという。巧妙な文人であったことから、大河内彰制など私的交流を望む日本の文人墨客の訪問が絶えなかった。著書に、使い、東術略があり、中日公使時代に見聞した明治維新の様子が記述されている。同書は、近代中国人による日本見聞録としては、羅針の日本日記に次ぐものとなった。帰国後は、福州専制大臣に任命されたが、清仏戦争時の馬江海戦で砲声に驚いて、張拝林と共に逃亡してしまった。これにより11隻の艦艇を失い、700人の兵が死亡し、崇船礁を破壊されるという損害を出したため、責任を問われ免職となった。その後、両校総督李寛章の招きで、漢山書院の主講となった。ありがとうございます。